皆さんこんにちは、スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。今日のちょこっとネタはパンキングガールズスタイルになります。今初めて音通しをやっているところですが、どこをどのように見せたいのかというのが作ったばかりなので決まっていないのと、そこから派生してビートを取る感覚も曖昧になっているので、その辺を修正していこうと思います。チャンネル登録の上最後までお付き合いください。それではスタートです。メリハリを意識して振り付けをしました。じゃあよろしくお願いします。はい、今日のね、ちょこっとネタということで、パンキングガールズまで少し意識してるのかな。そうですね、なるほどなるほど。前半はどっちが作ったの？前半は私です。前半はあさみが作って、はい、後半は面白いリズム取りだなと思って、ですごく良かったなというふうに思います。でさらに良くするためにポイント2つだけ伝えたいんだけど、1つはなんて言えばいいかな、決めるところがあると思うんだよね。いくつかバンってここで見せたりとか、特に落ちたところとか、そのポージングのどこを見せたいのか、例えばヒップラインを見せたいのか、この手を動かしているところを見せたいのかっていうところがちょっと曖昧だったような気がするので、全て決まるところ、切るところとかでもそうなんだけど、そこはどこを見せようかっていうのを2人で決めてもらっていいですか。じゃあそれが決まってからもう一つのポイントはお伝えします。どうぞ。はい、この張った後のここから体が落ちないように、落ちないように、もう一個スイッチとして見せてあげる。で、ここからはグリーンなので、私はここ、ちゃんちゃん、首で、アクセントで。今のところはやっぱ首を見せたいっていうところなのかな、首のどの辺をどういうふうに、前にはどこになるんだろう、首の、この面を正面に見せちゃおう。OKOK、で、その回った後にそこの一番飛ばしたいオーラみたいなのはどこで飛ばしたいのか、もう一つ締めて、あさみさんは伸ばすっていうイメージで、私は振りかけた、ここのライン、じゃあってことは今上がったこの上からこっちのここまで意識してラインを通していきたいということでね。だからこの一本線が見えるように、この線がそのままカメラの奥まで届くっていうところだったりとか、例えばここもさっき胸張るって言った時に、このクロスよりも胸や顎のラインを見せたいわけだから、こっちに圧を出すっていうことを中心でグッとやらなきゃいけないね。そこをもう少しカウントで合わせて、パンキングの基礎とソウルのステップを組み合わせた振り付けにしました。どうでしょう、ここまでは納得の、OK、そしたらもう一つポイントを出したいんだけど、ちょっとねスネアの取り方、この音楽ってだってちょっと乾いた音が鳴ってるのね。で伝えたいポイントはそこしっかり取りましょうなんだよね。例えば最初に5、6、7、ポンって入るね、そこがスネアなんだよ。でそこが5、6、7、ボヨーンってなった時点で曲を殺してしまうので、スネアで取れるところは全部取りましょう。で足の例えばこういう、そうポージングが多いじゃない。でこういうところで開いていると重くなるし柔らかくなるので、アクセントを例えば何でもいいけどかかとでこう取った時にボヨンってなるの、これでもスネア表現できなくなるので、この時のコツとしては骨盤をもう閉じちゃう、そう閉じて同じアクセントを取るとタッってなるの、でこの内転筋をそばに置いてあげる、膝を膝で隠すってなるだけでスネアが硬くなるので音楽性がアップするはずなので、そこをちょっとカウント、ここスネアじゃねっていうところを探してみてください。ここのパンチャンもいいけど、
もう捨てるところは完全に捨てちゃった方がいい、はい、うん、今のところもスタートのところでスネアを取りたいのか、そう途中でスネアを取っていきたいのか、スタートだ、うん、じゃあこの辺かなって言って見せたいところのラインを、そこからラインを見せていくっていうイメージね、うん、あ、もう一回やってね、今のラストのところのワン、ツーもどこでスネアを取るのか、ここで取るのか、ここで取るのかでだいぶ変わってくるんで、そこも一応手がアフターってことだね。 OK、 じゃああと納得いったら、最終的にブラッシュアップ後の動画を撮りたいと思います。はい、はい、頑張ります。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様でした。時間がなかったのでなかなか細かいところまで詰められなかったですけれども、見せたいところを決めること、スネアの取り方、これだけでも随分変化が現れたと思います。例えばこのシーンはジャンプする直前なんですけれども、まあ、2人入り方が違いますよね。1人はリープで入りたくって、1人は両足で踏み込んで入りたい。しかし上半身に注目すると体幹部が固まっているのがわかると思います。こうすることでジャンプの高さにも影響が出てきます。こんな感じですね。このように2回目3回目とこの空中姿勢まで詰めていけばもっともっと良くなっていくことと思います。今のはスネアの取り方の部分でしたね。もう一つ見せたい部位をはっきりとさせることによって次のシーンではしっかりと統一された形になっています。これ高さが違うじゃないかということはもちろんそうなんですけれども、一番大事なのは折っている視点が一緒になったことと耐えている筋肉が一緒になったというところが大きいですね。これちなみにビフォーのままで練習をし続けても永遠と揃わないことになるので、こういった原点のところから改善していくことが大事です。見せたい部位をはっきりさせるということに加えて、カメラの奥まで届けるようにというアドバイスをしています。そうすることによって肩骨盤のこの四角形が歪むように見えるんですね。そういうシルエットだととても魅力的に見えるので、この2つのシーンに関してはとても良くなったと思います。アクセントが取れている体、ボディっていうのは適度な力みが入っているんですね。次のシーンではとてもいい力みになっています。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、溝落ちあたりに注目していただくと筋肉が収縮しているのが分かっていただけるかと思います。このちょこっとネタというコーナーでは振り付けやコンビネーションをご紹介するとともに、見逃しがちな裏のポイントまでお伝えしていければいいなと思っております。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
ー。